そうかそうか、どうやらお前たちにもようやくラボメンとしての自覚が芽生えたようだな。では解くと聞くがよい、新しいガジェット、それは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 、ダリオ、説明を頼む。自分で説明しないのかよ。だから言ったではないか。Dメール実験のせいで、俺のここ数日の記憶は現状とは違っているのだと。
せな。今すぐその女を止めろ。そんなものを部屋で試されては。ダメよキリュウさん、それ以上やったら部屋の中が甲羅まみれに。さんま氏やつし、なんてことをしてくれたんだ。ごめんなさい。ちゃんと掃除するから。当たり前だ。すごく冷たいです。わあ、炭酸ってすごいんだね。まゆしーはびっくりなのです。もう、びしょびしょに濡れちゃったよ。あ、アマネ氏、今の、濡れちゃったっての、もう一回やろう。学生の本分だからな。今日のお前が言うなすれはここですか。学校で教えるような学問など俺には不要なのだ。なぜなら俺はフローインキャマだからな。理由になってねえよ。